も月系は、日本の女性作曲家、明治学院大学教授、東京都生まれ、青山学院初等部、中等部、東京芸術大学音楽学部附属音楽高等、学校を経て、東京芸術大学卒業、同大学院修了。フランス政府級非留学生として徒筆し、パリ国立高等音楽院作曲家、第三課程、博士課程を修了。 アイルシメートル研究員となる。作曲を、北村明、小高順中、間宮義夫、ポールメファノ、エマヌエル・ヌネス、ブライアン・ファーニホー、トリスタン・ミュライユニ指示。第64回日本音楽コンクール作曲部門、第1位及び、安田賞、シュティペンディエン賞、読売日本交響楽団、サントリー音楽財団、ケルン放送局。 ミュージックフロムジャパンなど世界各国の音楽祭やオーケストラ、財団等から作品を移植されるほか、その模様は放送を等でもたびたび取り上げられている。作品数は多くないが、一作一作が丁寧に作られているため、再演率が高い。作品はすべてブライトコップフーンとヘルテル社から出版。2008年1月より、読売新聞にて音楽記表を連載。 2008年5月31日、住友生命泉ホールにて、トランスミュージック対話する、作曲家、もちづき敬、照明家岩村原太氏を迎えてを開催した。2009年1月24日より、スイスのルチェルン歌劇場において、オペラブッファ、パン屋大襲撃を初演。2010年、サントリー音楽財団創設40周年、記念公演として、パン屋大襲撃を、 サントリーホールブルーローズ、住友生命泉ホールにて開演した。作風が開花したのは20代後半と、やや遅れ、フランス留学後になる。ブライアン・ファーニホーや、エマヌエル・ヌネスらの音素材を微細に描くスタイルに魅了され、1995年に5人の奏者のためのパサージュアン・ファイユを作曲。日本音楽コンクール第1位を受賞した。この作品は、あまりにも、 高度の技術力で他のファイナリストを全く寄せ付けないと評された。スコアの一部はエクスムーシクで閲覧することができる。その後発表されたオーケストラのためのカメラルシナはクラウス・フーバーはじめ多くの作曲家からも支持を得て国際的なデビューを飾った。この時期にはピアノとバイオリンとオーケストラのためのホメオボックス。 オーケストラのためのメテオリット、オーケストラのためのオメガプロジェクトなどの大編成の作品で個性を発揮することが多くなった。デビュー当初から室内楽作品には微分音を含んだ特殊な音列を使用していたが、オーケストラ作品ではバイ列を歪めた音光に装飾が絡む形式を採用している。近年はコトドック層のインテルメッツ2のように方角機の使用にも乗り出した。 2008年7月には、ダルムシュタット歌期限大音楽講習会にて、多くの若手作曲会の指導、シンポジウムへの参加、そして自作を語るレクチャーのすべてをこなした。初めてのオペラ、パン屋大襲撃も、複雑性には特に肯定せず、合唱のハーモニーも、自然に歌われていることが、ライブ表に記されていた。日本経済新聞社、日経 BP 社、 作曲家の持月計算今時の現代音楽を語るエンタメ日経スタイル日経スタイル2021年1月22日閲覧ありがとうございます